なわけ。外の世界か。ねえ、エレン。一番の自由を手に入れたものだ。あったかいだろ。ミカサ、私たちの家で一緒に暮らそう。え？辛いことがたくさんあった。俺たちの家に。調査兵団に入って外の世界へ行くんだ。お前は、とにかくだな。アルミンはいろんなことをたくさん知ってる。外の世界のことを教えてくれたのもアルミンなんだ。俺はいつかアルミンと一緒に外の。おい、早く行こうぜ。あそこ、そん時返せよ。三人が揃うこともない。あの時に、臆病者以外の何かには慣れなかった。正面の門が開くぞ。行くぞミカサ、英雄の凱旋だ。本当にこいつと同じ志願しなくだ。ああ、ありがとよ。ライナー・ブラウンだよな。みんなどんな兵士になるんだろうな。できた。巨人とも戦える。どうもねえな。見ろ、リヴァイ兵士長だ。5年前とは全然違うな。調査兵団にこんなに期待する人たちがいる。みんなの、お前ら昨日卒業したってな。あのガキンチョどもが偉いもんだ。ハンネスさんこそ飲んだくれが工兵部隊長だもんな。スピード昇格間違いなしだ。人類の反撃はこれからだ。殺してやる。やばい時ほどどの行動が正解か当てることができただろう。それに頼りたいと思ったからだ。いろいろあっただろう、5年前なんか。調査兵団に入ってとにかく巨人をぶっ殺したいです。あ、ちょっと長くなるけど。はい、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、いよいよだ。はい。兵長、今日はよく喋りますね。バカ言え。一匹残せ。今は思ってねえよ。ありがとう、正直心強いよ。みんな、やった、討伐数1。ミカさん、でも今のお前は別に普通だよ。ただのバカし出番だよ。ああ、人類には切り札があるってことだ。ああ、お前は立派だよ。当たり前だろ。なんで俺にはミカサやリヴァイ兵長みてえな力がねえんだって妬んじまった。でも兵長だってお前だって一人じゃどうにもならないよな。自分にできることを何か見つけてそれをつなぎ合わせて大きな力に変えることができる。きっとそうだ。あ、あ、そうだったな。絶対あるんだから。しょうがねえ、そりゃ実際見るしかねえな。ありがとな、もう大丈夫だ。うん、多分来年の今頃